を羽田に着陸いたしました。着陸しました。時刻は午後4時39分でございます。わ、すごい早く着きました、予定より。はい、ついに日本に到着いたしました。いや、ですがまだ入国してません。はい、できます。なんか思ったより静かです。はい。ちょっとこれからどうなるのかな。見て、トイレ完全に封鎖されてます。もう完全に道を通過されてます。書類審査。ご乗車内容として今より確認の上、また出発地にご案内をよりました入所登録証、パスポート、健康カードも合わせてご準備をいたします。まだ2、3分しか乗ってないのにもう着いちゃうの？バス到着しましたらトランクのありますお荷物先に取り出しを行います。係案内の指示があるのでそのまま座ってお待ちください。皆様、午後7時28分、ついに強制隔離ホテルの方に、収容されました。はい。では、ちょっとお部屋の方、紹介しましょうか。じゃじゃーん。悪くないです。もう至れり尽くせりだわ。羽田を、午後5時ぐらいかなに着いたんですけど、5時前か。だいたい2時間くらいでスムーズに、隔離施設まで来れました。いやー、お弁当もいただいちゃって、7時にチェックインできて、ちょっとありがたいですわ。ちょっと外の様子見てみる？羽田空港じゃん。ちょっと眺めいいよ。ほら、東京とか見えちゃってる。もうこの田舎もんにはこんな帰国してすぐに羽田付近のホテルに滞在させていただいて、疲れをとって、しかも6日陰性出たんですけれども、しっかり隔離して実家群馬に帰ります。よかったですよ。そうだ、バスルームもお見せしましょうか。おい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 、超いいですよ。ちょっと電気ないのかしら。おわーお、すごい。バスタブが深い。素晴らしい。日本の政府の皆様、本当にお世話になりました。ありがとうございます。はい、皆様、チェックインしまして、今チェックインしたらすぐに健康報告をしなくてはいけなくて、体温を測ってですね。で、今ちょうど7時50分ぐらいなんですけれども、いや、もう私腹ペコでございます。最後に機内食何時頃だったかな、3時ぐらいに食べたんじゃないかな。それから何も食べていないので、とうとう隔離弁当をいただきます。ちょっと楽しみにしていました。私お弁当ウォーマーも持ってきたんですけれども、もう腹ペコなのでこれいただきます。もうじき8時なのでベストタイミングです。ではありがたくいただきます。どんなか楽しみよ。はい、では隔離最初のお弁当オープン。じゃじゃーん。あら、ロールキャベツに、あ、お魚じゃないですか。そしてこれは何かしら、なんかポークかな。ありがたや、ありがたやでございます。まさかお魚出ると思わなかった。いやー、いただきます。では、隔離のお弁当いただきます。なんか本当に日本素晴らしい。こんなに至れり尽くせれても申し訳ないです、本当に。本当ありがとうございます。では、ありがたくいただこうかと思います。じゃあ、ちょっと、いきなりロールキャベツ来たよ。はい、いただきます。うん。うん。温めたらもっと美味しいかもしれないけど。うん。日本の米、うまいわ。もちもちしてる。まあ、いつも玄米食べてるからかな。そして、お魚なんかニューヨークじゃ食べませんから。いただきます。何の魚かは分かりませんけれども。うん。ありがとうございます。もう、感謝しかない。なんかブリっぽい。うん。何もう、お弁当冷たくても全然美味しい。うん。もうほうれん草のおひたしとか、ありえないからもうニューヨークで食べれません。あ、ほうれん草のごまええね。天国ですよ。天国。じゃあ次これ。多分ポークかな。これね。うん、多分、あ、チキンか。チキンか。もうよく考えてくださってるよ。肉、魚でしょ。一応ロールキャベツだから、まあキャベツ、お肉の方が多いけどね。うん、ありがとうございます。もう、感謝しかないよ。どうしよう。これで、日本のテレビとか見ちゃおうかな。なかなか見れないからね。めっちゃありがたい。ほんと。もう弁当美味しいよ。ほんと美味しいよ。やばいよ、もうほんと。ちょっと、マジ満喫。美味しいお弁当いただいて、やだ、明石家さんまの、さんま御殿だって。さんまちゃんすごい年取った。ちょっと、わあ、すごい新鮮。こんなテレビ見ないもん、ニューヨークで。あ、ほら、さんまちゃん。わーお、すごいすごい。